月面だよ。機動要塞メサイアはあれね。キラ君やアスラン君たちは大丈夫、みんな戻ってきてる。ザストもガンダム、シン君たちもね。彼らの戦いを見届けなきゃならないね。腹をくくろう姉さん。小隊長さん、敵はザフト軍だよ。これはどうだ、くれ、そこ。行け、デスティニーガンダムを捕捉、通信傍受したよ。よくもルナをやったな。やめるんだシン。シン君とアスラン君が戦闘に入ってる。ルナって誰？シン君の同僚ルナマリア・ホークさん、インパルスガンダムで戦場に出てるんだよ。それをアスラン君が撃墜した。急いだ方が良さそうね。この先だけど気をつけて小隊長さん。高台や崖の上から迫撃があるよ。ジャンプやブーストをうまく使って、敵の資材なんか見つけたら接収よ。ほどほどにね。アスラン君たちの戦いが終わっちゃうよ。当たれ、行け。クラヤガン、体勢を回復する。かわせるか。うわー、問題ない。直撃させる。ネクイエムを止めなきゃ。インフィニットジャスティスの援護を。よく来てくれた小隊長。アスラン君と一緒にデスティニーガンダムを止めて。ここで食い止めるぞ。お前たちなんかがいるから世界は危険し、議長やレイの言うことは確かに正しく、あんたが悪いんだ。あんたが裏切るから。シン、やめろ、踊らされている。お前もそう。なんであんたが、あんたなんかに。もうお前も過去に囚われたまま戦うのはやめろ。そんなことをしても何も戻りはしない。何を。なのに未来まで殺す気か。お前が欲しかったのは本当にそんな力か。分かってるさ。だけど戦わないと何一つ誰も守れやしない。だからオーブは撃たなきゃならないんだ。バカ野郎。やった、デスティニーガンダム機能停止。アスラン君、アークエンジェルがピンチだよ。ここは私たちに任せて。早く。すまない。あれ、ストライクフリーダムの通信が。フリーダム、貴様だけは俺が撃つ。これはどういうことなんだ。君は終わらせる。今度こそ全てを。なぜなんだ、なぜこんな。この声、ラウルじゃなくてリーブラで戦ったレイザバリル君。まずい、このタイミングで2人が戦線を離脱してないと最後の最後に2人とも間に合わなくなる。戦士にズレがあるの。小隊長、行きましょう。
させる。完全な時に大丈夫だぜ。まだなのか。起動する仕掛け。容赦しないからね。またねんなよ。この先がダイダロス基地ね。敵の最終防衛ライン。ここを切り崩してアスラン君たちが突入できるようにしないと。数が多い。ブレイクミッションの時みたいにガンダムファイターが助けに来てくれればいいのに。来たら来たで困るよ。トゥルーミッションやり直しになるから。そこで下がれ。かわせるか。くらえ。そこだ。わかるな、お前に。何？俺はラウル・クルーゼだ。キラ・ヤマト、お前の存在だけは許さない。そんな、なぜ君が、なぜ君がまた。彼はクローン人間なんだよ。ある資産家が家督を継がせるために作った。遺伝子操作に飽き足らず、今度はクローニング。スーパーコーディネーターの研究支援と引き換えにキラ君のお父さんの分ですね。そしてキラ君が生まれた。でもクローニングの方は完全じゃなかったんだよ。人の夢、人の未来、その素晴らしき結果、キラ・ヤマト。ならばお前も今度こそ消えなくてはならない。俺たちと一緒に。ラウル・クルーゼ、生まれ変わるこの世界のために。フリーダム、キラ・ヤマト。あの人たちを否定して今がある。この先がどうなるかは僕たち次第だから。絶対に諦めない、諦めない限り
必ず明日はやってくる。明日のために撃つ。僕たちは分かっていけることも変わっていけることもできるんだ。レジェンドガンダム沈黙。キラ君、もう時間がないみたい。アスラン君たちがメサイアに突入をかける。だから了解、僕はメサイアを止めに行きます。ここを頼みます。ギル、レイ君が無事だったのね。ブレイクアウトするよ、ムネさん。役者は全て揃った。これでどうだ。万全な時に。Thank you.